PR のエナジーチャージステーション。時刻時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。月曜日の夕方のひととき、 SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。はい、パーソナリティは SIR のミキとスカーレットドラゴンのマダムキセで、ギノワン市急な G タウンビル2階にあります FM ギノワンのスタジオより、この後4時54分まで生放送でお送りいたします。この番組は健康と美の成分として今大注目されているミネラル成分のケイ素を沖縄県産サトウキビから抽出し、高濃度水溶性植物ミネラルケイ素複合原液として販売しております。シュガーケイ素の魅力やお客様の体験を交えた健康に役立つ情報と、スピリチュアルライフアドバイザーマダムキセによります今週の開運お導きメッセージをお届けします。SIR 社の広報番組となっております。エナジーチャージステーションではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。 FM ギノワンから FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも合わせてお楽しみください。ということで始まりましたね。こんにちは。こんにちは。はい。はい、こんにちは。はい、こんにちは。今日は可愛いゲストさんがいらっしゃいますね。今日ね、体育の日ということで、はい、はい、学校がお休みだったので、はい、ちょっとね、うちの長女を連れてきました。あ、はい、はい、お名前を、お名前をどうぞ。はい、自己紹介お願いします。大茶の小学校から来ました。はい、大茶の小学校待ってるよ。はい、どうぞ。大丈夫大丈夫。何年生ですか？2年生です。はい、お名前お願いします。ゴヤニッキです。はい、今日はよろしくお願いします。ニッキさん、よろしくお願いします。っていうかさ、上手だったよね。ねえ、上手だったね。すいません、私より上手だったので、はい、もう来週もやってもらおうかな。いいね。上手だった、すごい。はい、ということで10月10日今日体育の日なんですけども、はい、はい、今日ね、体育の日なので、ね、あちこちで体育祭とかね、うんうんうん、なんかね、測定とかね、いろいろなんか催し物があるみたいなんですけども、はい、那覇祭りでしたっけ。那覇祭りもね、はい、昨日行ったんですよ。あ、そうなんですか。はいね、ニッキーも一緒に行ったんですけど、はい、まあ始まらない。何が？つなぎがもう、やっぱりね、世界一の大綱ですので、はい、やっぱりこのカヌチ棒を入れて、そういうね、この引っ張るまでに準備するのがすごく、はいはい、時間がかかるんですね。なので3時半ぐらいからだとね、と思ってその時間に合わせて行ったんですけど、はいはい、なかなか始まらなくて、はい、ね、これカヌチ棒入れてからまた支度が来るんですよ ね、 ありますよね、はい、もうそこまで見るあれがなくて、結局はだからもう足が痛いとか言い出して、そしたらもう引かないで帰ってきたの。途中から帰りましたよ、もう。あ、ごめん、なんかもう足も痛い、もういっぱいな人じゃないですか。そうですよね、はい、もう揉まれて揉まれて、うんうんうん、なったので、もう帰ろうかってニュースで見よう。そうだね、ニュース見た。そうですね、で帰ってきたんですけどね。だから那覇祭りもね、大野山でも開催されていて、はい、うん、なんかね、ミキも行ったんでしょ。うん、楽しかった。楽しかった。足痛かった。うん、痛くなかったけど。そう、お兄ちゃんがね、うん、走りたいって言って。あ、そうなんだ。だからもう体育の日だから、あの人は今日は走らないといけないね。体重も上げてるはずだから。そうだよ、でも1週間ぶりですよね。あ、そうですね、はい、先週ね、台風でお休みだったんですけども、皆さんのところでは被害はありませんでしたでしょうか。そうですね、っていうかね、台風だった。ねえ、ね、あの時 SIR で私たちは中にいましたよね。そうですよね。遊んでたよね。うん、だから学校休みでも午後から強くなるって聞いてたので、ええ、学校でもよかったんじゃないかって思ってて、で、ラジオの時間が近づいてくる
したがって、まあ、ちょっと風は強くなってましたけど、ね、はいはい、ラジオできたんじゃないあれって感じで、夜になって、まあ、ちょっと風は強いけど、うん、別にスーパー行けるよねみたいな。でもスーパーは1箇所しか行ってなかったでしょ。はいはいはい、ユニオン、ユニオン今空いてます。やっぱユニオンですか。そうそうそう、ユニオン行きましたけど、行く人も行く人よねでも結構あの普段の風が強い日みたいなぐらいの台風だったので、でもみんな休みだったから、うん、まあいいのかな、ね、本年休みになって皆さんよかったかもしれませんね、逆にね、うん、ことで子供たちはね、うん、ラッキー。でも翌日まで休みと思ってる人いなかったでしょうね。いましたよ。あ、いましたよ。この人たちは、はいはい、翌日も学校休みと思って、でテロップで、はい、お休みが出てるって言ったんですよ。うちこの長男が。嘘でしょ。うん、お母さん今日も休みみたいだよって言うから、はい、あ、そうなのって。風強くない？うん？って思ってて、はい、そしたら8時ぐらいまで、はい、むっさいむっさい休みしてたんですよ。はいはい、そしたらみんな学校行くじゃないですか。ランドセルって。はいはい、したら。あんたち学校だよって、見てごらんみんな学校行くよって言ったら、はい、びっくりして、ええ、8時ぐらいにもう本当に次ぐらいでバタバタバタって出て行ったんですけど、日記もじゃあ休みだと思ったの、お兄ちゃんのことも信じてからね遅刻しちゃった。遅刻して怒られた怒られたそうだよ ね何見たのかね、お兄ちゃんはね夢見たかもしれない夢見たかもしれないですよ本当に、はい、ということで、そうそうね、1曲目、はい、今日の1曲目は何ですか。今日の1曲目はバーシアでサイムタイムラッキー。
SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております、はい、ね、子供がいるとちょっとそうね、なんか優しい雰囲気になって、ね、何喋ろうかね、歌おうかね、ねえそういう感じなんですけど、ちゃんとあのケイソのお話をしたいと思います。はい、そうですね。この間ですね、はい、あのうちのパソコンの方にあのメールが入って、はいはい、で開けたら県外の方だと思うんですけど、なぜサトウキビに注目したんですかって書かれてたんですよね、はいはい、で、あ、まあ、私なんかね、うちなんちゅだし、まあ、沖縄の県産のもので、うんうん、なんかね、ケイソ、まあ、体でいいものを作れないかっていうところで、まあ、あのまあ、サトウキビだったりとか、今ね、シュガーケイソはサトウキビからなんですけども、そうですね、抽出なんですけども、アーサ、沖縄のアーサ、はいはい、海藻ですよね、はい、からも抽出してるんですよ。ああ、そうなんですか、うん、で、あのマリンケイソっていう、まあ、商標も、はい、取得してるんですけども、はい、で、あのやっぱり沖縄サトウキビってすごくイメージが世界的にやっぱりね、あのやっぱり優しいで体にいいというか、やっぱりね、あのお砂糖が取れるものですので、あのイメージがすごくいいですよね、よくて、また含有量もね、他のものと比べたら、はい、うん、ケイ素の量だったり、あのその他のミネラルだったりっていうのが、はい、あの高かったので、それを採用して、はい、まあ、シュガーケイソという名前で、はい、今あのミネラル液として販売してるんですけども、はい、うん、なので、あ、この方、あ、県内の方だ、読谷村からだったんですね。で、うち あのシュガーケイソのこのサトウキビも読谷の専業農家さんにお願いしてやってるの で、ええ、あ、ちなみにあのサトウキビは読谷さんですって送ったらですね、にっこりマークが来る。あ、やっぱり嬉しかったね。ね、うん、って多分ね、うん、びっくりしたと思いますけども、はい、でそんな感じで、まあ、いろいろね、まあ、免疫力を高めるために、はい、まあね、あの飲んでいただきたい、まあ、美と健康の、うんうん、まあ、ミネラル液として販売してるわけなんですけども、はい、ね、ここに、まあ、小学生今日ニッキーが来てるのでちょっと話聞きたいんですけど、ニッキーはケイソ飲んでる？飲んでる、はい、どんなして飲んでる、どんなして飲んでる、いつも自分で飲んでる、うん、ここに行って、どんなして飲んでる、いつもおばあちゃんが入れてくれて、あ、いつもね、いつもあの朝ペットボトルに、はい、あの2リットルのペットボトルにミネラル、はい、あの水素水を、はい、まあ、生成器があるので、ええ、その入れて、はい、それに、まあ、10滴とか20滴とか、はい、最初に作って朝いつも冷やすんですよね。あ、で、はいはい、それを彼女たちはそれから水筒に入れて、はい、持って行ったり、まあ、家で飲むのも、はい、あれがあるんですけど、なんていうんですか、熱いのとか、あ、はいはい、熱い、はい、冷たい水、サーバー、ね、そうそう、サーバーに入れて、うん、はい、のもやっぱりたくさん入れてるんですよ。あ、はいはい、たまに入れすぎてっていう味の時もあるんですけど、ええ、結構彼女たちもだからそのお水だけを飲んで日頃いるので、はい、飲み始めて、あ、前はねすごく便秘症だったんですよ、はい、ね、うん、ね、便秘症だったよね、うん、それ今どんなですか。もう治ってる。治ってる、うん、便秘しなくなった。しなくなった。あんたよかったね、うん、たくさん出てる、うん、前はね結構あの便秘から発熱あ、はい、あったんですよ、まあ、赤ちゃんの時から結構便秘症ではあったんですけど、はい、ええ、なんか熱発とした時にたまたま大きい、まあ、病院じゃなくて個人病院に行った時に、はいはい、ここ先生がグッてこうお腹の方を触って、はい、ああ、これお母さん便秘からの発熱かもしれないよって言って、はい、あの出させたんですよね、ええ、本当にケロッと治りましたから。なのでこの発熱ね、やっぱりお腹の腸内に溜まるとやっぱりいけないんだなって、うんうんうん、その時に、ね、まあ、認識して、あのお水も極力多めに飲まそうと思うんですけど、はい、まあ、私も仕事行ってて、まあ、学校行ったりとかするので、まあ、今の子って時間がないんですよね、うん、ありそうだね。でまた学校の水をね、うん、飲ます、うん、のも、ね、先生たち、先生によっては必ず水筒を持ってきなさいっていう先生も、はいはいはい、そうじゃない時もあったりするので、同じ学校にいてもですね、はいはい、けど、まあ、極力自分で作って最近は持っていくようになったんですよ、うん、ああ、よかった。自分で分かるのね、うん、自分で分かるのかな、日記ね、うんうんうん、お水の味も変わる、うん、変わる。どんなのなんかお水に入れたらちょっと甘くなる。ええー、そうなんだ、うん、それでね、うんちも出たらいいよね、うん、うん、
ぱりだから髪の毛が全然違うなと思って。あ、髪の毛ですか。質が違いますよね。やっぱね、髪の毛もね、やっぱりケイ素ね入ってるので ねで作られているので、ね、っていうところでね、このミネラル不足をやっぱりねしちゃいけないんだなって ね思いますね、なのでまあ、うちのケイ素もケイ素ってミネラルなんですけども、はい、今までは一括りにもう例えばミネラルって言うとマグネシウムとか、はい、カルシウムとか、はい、ナトリウムとか、はい、ありますけどね、リンとか鉄とか亜鉛とかっていうのがありますけど、それをひっくるめて、なんかこれはもう、まあ、主要ミネラルとか微量ミネラルとか、はい、なんかいろいろあるじゃないですか、っていうの中で、まあ、ミネラルって一括りにされてたから、そんなになんていうのかな、このケイ素だけがそう、飛び抜けて不足してるよとかっては多分言われなかったと思うんですけど、はい、まあ、研究が進んで、まあ、このケイ素がないと、栄養をつなぎ止められないとか、吸収しないんですよね、細胞に届ける、はい、ね、隅々まで届けることができないって、はい、届けるのが、まあ、このケイ素の役目であるということで、はい、なのでまあ、このケイ素っていうケイ素の商品もすごくもう最近増えていると思うんですよね。増えてますよね。はい。で、まあ、私なんかの商品も東京埼玉の方ではシュガーケイ素はエステサロン、はい、ネイルサロン、美容室でも、はい、取り扱いが始まっているんですね、はい、でやっぱり結構気になさってる方なんかはやっぱりケイ素が必要っていうのはすごくわかるみたいです、ですよね。てか美容雑誌とかにもやっぱ載ってとか、はい、ゲンキングがすごいす、ね、水素とか、水素水とかケイ素を推してるっていうのでやっぱりね、っていうのでやっぱりね、情報キャッチ早い人なんかはもうケイ素はもう前から飲んでるっていう方が多くって、 でもその中でも植物性っていうのは今まで飲んだことがないんですけど、植物性があるんですねっていうことで、はいはい、東京からの問い合わせもちょこちょこあったりするんですね、なのでお客さんもそうなんですよね、でサトウキビですよって言ったらやっぱりそこで、ああじゃあ飲んでみたいわっておっしゃる方が多くって、なのでもうサトウキビやっぱり良かったなと思うんですけど、サトウキビって本当に先ほど、おっしゃってましたけど、やっぱり柔らかいし優しいっていうのがありますよね、体にいいんじゃないっていうのがありますし、そうですよね、実際いいので、なので小さい子でもね、こうやって、まあ、小学生でも、はい、やっぱり例えば便秘した時に、下剤ってちょっと伸ばしていいから、だから肝臓がね、とかするんですけど、それよりもだから自然にやっぱりそうですよね、催した方が絶対体にはいいですよね、いいので、だから、小さい子から、まあ、お年寄りまで、やっぱり飲んで ねそういう、やっぱ自分の健康は自分でしかわからないので、でそれはこの子たちみたいにちっちゃい子たちはやっぱ親が、それをやってあげればね、そうですよね、だからお水飲む、普段飲む水にただ入れるだけなので、簡単なんですよね、すごく簡単で、ね、あと本人がね分かればやっぱりきつい時やっぱり涙流しながらって踏ん張るのを自分で経験してるので、その辛さがなくなると思えば自分でも自主的に飲むようになったんですよ。ああやっぱりね、なんで今よく便が出てると思うって、ケイ素飲んでるからだよって言ったら、ああそうかもしれないって言って、それからは何、おつゆとかやっぱりスープとか、ね、はい、出す時も、ケイ素って言って ケイ素入れたりとか自主的に入れてるたりするので、食卓に一つあればそうですよ ね、みんなで使うことができる、でたくさん使うものではなくて数的なので、そうですね、特別の場合ちょっとあ、そうですね、多めに入れますけどね、そういうのでね、でもこの年になると、ほら便秘して踏ん張るときに、血管切れるんじゃないかっていう恐ろしさがあるから、あなるほどですね、そう、あそっか、そう、私はなんか字が気になって、もうそれどこかパチッとパチッとどっかが切れないかとかああそうか、そういう、そうですよね、だから踏ん張るのもあんまり良くないですから ね、もう本当は座ったらつるって出てほしいですもん ね、それの中にはやっぱ腸ね、大腸小腸すべてのものを、きれいにした方がいい、このひだひだひだっていうところからね、そうですね、重毛からね、ちゃんとね、かき出してきれいにするっていうのがありますからね、いいですね、今からこんな、ちっちゃい時からね飲んでたらお肌にもいいでしょうし、
ね、で私がそばかす肌なんですよ、はいはい、なので彼女もちょっと受け継いでいて、うんうん、今ちっちゃいのが出てきてるんですよ。それがすごい嫌って言って、うん、まあ、あやさんのワンダーはもう欠かさないし、あなんかこんなちっちゃい時からこんなの使いたいしあんないいもの使ってるんだでやってますのでね、はい、やってますね、うん、でも全然わかんないですよ、そばかすって見えないので、うん、うん、全然全然本人はすごく気にしてるんですけどね、あ、はい、もうやだやだやだって言ってお母さんみたいになるの嫌だって言って、ね、でお母さん綺麗ですか、綺麗だ、はい、ありがとうございます、はい、ですのでね、やっぱりあのミネラルをやっぱり不足するとね、はい、あのまあ、お肌だけではなくて、うん、やっぱ体体調面にもね、あのやっぱり不調が出てきますの で、ね、じゃ あ、 あのお野菜とかそういうのでは補えないのっていうところになってくるんですけど、やっぱりあの例えば50年前と今の野菜を比べた時に、はい、あのやっぱりなんていうんですかね、50年前っていうのはそういう化学肥料とか、うんうんうん、そういう農薬とかっていうのがやっぱ今よりはないですね、もうほとんどないですよね、ない状態ですよね、はい、なのであのなんで音を組み上げたもので肥料を作ったりとか、はい、昔はね、うん、そういうので、まあ、科学的なものが発達してなかったので、ええ、もう自然農法的なのが、うん、今はねやっぱり、ね、まあ、化学肥料は使うし、はい、まあ、あの農薬、ね、を使ってやっぱり、うんうん、だって虫が食べないの私たち食べますからね、そうですよね、そうですよね、うん、でもだからそのサイクルを作ったのは消費者なんだよねってなるんですよね、やっぱりだから綺麗なのとかね、綺麗、うん、なのってちょっとだからね、形がいいの、そう、形がちょっといびつだったら、うんうん、やっぱり綺麗なものを取りたい食べたい、うん、っていうところでやっぱそういうね最高になってきたと思うんですけど、ね、もっとね賢く、うんうんうん、何がいいのかっていうのね、うんうん、調べておきと思いますし、そうですよね、なのでだからあの多分ほうれん草とか、はい、この葉野菜なんか特に影響すごく受けるじゃないですか、はい、そうですよね、うんうん、それでやっぱりあの、まあね、水道水できれいに洗ったつもりでもやっぱ落ちてない農薬とかっていうのをが体内に入って、そう、ね、でやっぱミネラル分も、まあ10ね、50年前の野菜の、まあ、3分の1ぐらいのミネラルしか取れなくなったとか、栄養素ですよね、うんうんうん、っていうのでやっぱりどうしてもいやお野菜食べてるよって言っても1日に取るべき量がね量っていうか、もうそうですね、うん、ミネラルのね、摂取しなきゃいけない量っていうのが全く足りてないっていう風にして ね、 ね、なんかあのよくね、あの健康雑誌とかでも歌われていて、だからサプリメントがすごくあの流行ってますし、だからアメリカみたいになってますよね、うんうんうん、補えるのはなんか野菜は、ね、サプリで取ればいいっていう、うん、そうそう、青汁とかね、うん、でも取れない野菜はね、あのものはもうさ、あのサプリとか、まあ、青汁でね、はい、取ったりとかっていうのがもう当たり前になってきてますけど、うんうん、あのやっぱりシュガーケイソもですね、ミネラルはたっぷり取ることができます、はい、あのケイソだけじゃなくて先ほども言ったように、はい、ナトリウム、カリウム、まあ、カルシウム、はい、マグネシウム、リン、はい、鉄、亜鉛、銅、はいはい、他にもたくさんのミネラルが入ってるんですよ、これがあの含有量が高いのでね、これをだから1日に数滴ちょんちょんちょんってあの飲み物とか、まあね、コーヒーでもいいし、うん、ね、お味噌汁でもいいし、うん、そういうのに添加して飲むことでちゃんと補えるといういいですよね、うん、っていうの で、 あるのでたった数滴でいいので、うん、なのでやっぱりお野菜を食べてね、その摂取量をクリアしようと思ったらすごい量になりますからね、どんだけ食べないといけないんですかね、ビタミンもそうなんですけど、ね、それに加えてミネラルもそういうことになってきますので、うん、ね、あのお野菜嫌いなんですよ、誰ニッキーさんは、あ、野菜嫌いなんですか、あんまり食べないで、果物もあんまり食べない、私と似てるところがあって、果物食べないんだ、果物もあまり好きじゃないんですよね、あまりは糖質だからね、糖分が入ってるから、うん、お野菜嫌い、何が嫌い、あんまり好きなの、好きな野菜何、好きな野菜は人参、うん、とじゃがいもとキャベツと、はい、人参とじゃがいもが好きであれば玉ねぎは、玉ねぎも好き、うん、じゃあ、かなりが好きね、ニッキーね、はい、そろそろ2曲目行きたいんですけど、今日はニッキーさんの、あ、はい、よろしくお願いします、リクエストにお答えしたいと思います、はい、ニッキーさん、じゃあ曲紹介をお願いします、はい、お願いします、クリス・ブラウンのやーやーやー
SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております。はいはいはい、このコーナーではちょっとはい、お客様の声をですね、はい、今拾ってるんですよ。はいはい、で、まあ、毎週最近ね、毎週ちょっとそうですよね、リクエストっていうか、お客様の、はいはい、アンケート、はい、アンケートね、はい、お願いしてるのをちょっと紹介しているんですけども、はい、やっぱりね、頭痛腰痛良くなったっていうのはね、声が多いんですよね。へ、うん、でやっぱりね、日記みたいに便秘、うんうんうん、まあ、結構ありますね。で悩んでる方がすごく多いなって感じがします。頭痛腰痛とか、そうですね、うん、便秘、うんうん、でこの方は、那覇市の Y さんなんですけども、はい、やっぱりこの方も頭痛腰痛がすごく良くなりました。おー、ね、よかったですね。もう頭痛はもう本当にきついと思いますよ、うん、でこの方糸満市のゆうさんなんですけども、はい、この方は男性ですね、はい、この間来ていたんですけども、はい、足のこむら返りがなくなったと。あー、うん、はい、うん、だからまあやっぱ眠ってる時とかにあるんですよね、こむら返りしたりとかっていうのがよくあったそうなんですね、はい、でまあこのアンケートってね、リピートのお客さんに書いてもらってるアンケートなので、ええ、やっぱり来た時には何かしら体感があって多分購入するんだろうなと思ってるので、はいはい、いただいてるものなんですけども、はいはい、この方もやっぱね、うん、飲む前は足のこむら返りがすごく頻繁にあって、はい、ええ、これどうにかしたいということで悩みでシュガーケースを飲み始めたきっかけでもあるんですけども、はい、飲み始めたらやっぱりね、まあ、こむら返りしなくなってるので、あ、ということでお友達を連れて糸満から、はい、この間来ていたんですよね。あ、はい、なのでまあ、お酒はあまり飲まない方なので、はい、でもお酒にも入れて飲んでくださいねって言ったところ、はい、やっぱり酒まあさっさとか言ってましたね。うん、うん、飲みやすくなるから、うん、いいかもね。やっぱりまろやかになるっていうふうに話してました。腰になっちゃうね。ねえ、はい、でこの方も糸満、糸満市いますね。糸満市の、はい、Y さんですね。はい、はい、で最初おしっこの色がすごく濃く出たらしいんですよ。うん、はい、うん、なので多分ね、これもデトックスなので、うんうん、でじゃなければ、まあ、水分が不足している、はい、うん、っていうのが多分あると思うのでってお話をしたんですよ、はい、そしたらこのおしっこの色もだんだんなくなって、色がね、はい、薄くなってきて、で体も少しだるかったんですけど、それも徐々に良くなって、うんうん、だけどもなんだかわからないけど体にいいと思って思ってあ、なんか徐々に良くなってきてる、うん、そうですね、劇的ではないので、うんうんうん、だけどなんかいいんじゃないかなっていう、なんかね、どっかの片隅なるわけねそうそうそうみたいですね。虫刺されにもとてもいいって書いていますね。本当に、うん、虫刺されって、だから、うん、そうそうそう、私なんかも虫刺されした時は、やっぱりケースをいつも持ち歩いてるので、はい、ちょんって塗って、うん、するんで、私十字に押してましたけど、ああそうですね、塗って十字に押すといいかもしれないケースだから、その時は私なんか原液をパチって塗るんですけど、はい、うん、結構かゆみは取れるかもしれませんね。で普段こうやってかゆくてやっぱりかき壊したりするじゃないですか、それがないですね。あ、なんでね、だから虫刺されもいい、そうですね、いいと思います。すごいですね、お客様からそういうふうに情報をもらえるとね、うんうんうん、そうですよね、ね、はい、でこの方は那覇市の A さんです。痛いところが良くなることもありますが、筋力がついてきたような感じもあります。あ、筋力、筋力ですね、うん、やっぱりね、先ほども言ったミネラルたくさん入ってますので、うんうん、はい、うん、やっぱり飲みながらトレーニングするのとしないのとは全然違うと思うんですよ ね、はい、だからただプロテインを飲むのではなくて、トレーニングしてる方ですよ、はい、ケースを入れ取りながらプロテイン飲むとすごく筋肉ってつきやすくなるらしいんですよ。 あ、 あるジムで、はい、まあ、筋力、ね、をアップしようと思って通ってるんだけど、はい、なかなか筋力つかなくて、はい、でその方にケースを飲ましたところ、はい、メキメキと筋肉がついてきてるっていう報告があったんですよ。すごいですね。なので多分この方も同じなのかなって。あ、そうでしょうね、うんうん、うん、で奥さんがね、膝が痛いということで、はい、まあ、旦那さんが買いに来て、はい、旦那さんも一緒に飲まれていて、はい、っていう方なんですね、 A さんは、はい、で、まあ、自分の体験としては筋力
で奥さんの膝はもう治ったんですよ。すごいですね、うんうんうん、でこれは塗って、最初は塗って良くなって、ケイ氏のところからですかね。そうです、そうです、そうケイ先生のところから、そう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 、ケイ先生多分塗ってましたからね、うんうんうん、ああで、うん、もう今もう仕事もしてますよっていうことだったので、あ、良かったですねっていう話をしたんですけども、はい、ね、筋力です、皆さん筋力ね、なかなかつかないなと思ってる方ぜひ SIR の方にお越しいただきたいと思います。で、あの、何ですかね、ただ買ってではなくて、はい、あのできたら試ししに来てほしいんです、飲みに。あ、はい、あのどんなものかわからないじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、早い人なんかは本当に飲みながら、もうおしっこじゃじゃ出ますね、普段だからおしっこが出にくい方なんかが、そっちゅうトイレ行きますから、もうそこからも体感じゃないですか。そうですよね、早いんですよ、はい、なので、うんうん、もうあこの1本飲んであの効果が分かるとかではないんですよね、もう飲んだ時からもうすぐ始まりますので、はい、うん、もう実験見てる間もうトイレ行きたくてどうしようって、キレがいいところで、はい、ちょっとトイレいいですかって言ってトイレ立つ人もすごく多いんですけど、はい、うん、やっぱりね、うん、あのおしっこもデトックス、あのね、やっぱり余分なものを排出する一つですのでね、はい、うんちもそうなんですけども、そうですね、もうだから我慢しないでどんどん行ってくださいっていう風に、ね、あの実験の最中なんかも、あ、そっか、ちょっともそもそし始めたらトイレですかって案内すること多いんですけど、そっか、で、うんうん、あのお客さん、私もお客さんもそうなんですけど、うんうん、たくさんケイ素、まあ、ケイ素はあのたくあるんで、どれを飲んでいいかわからないっていう方がいらっしゃったんですよ。そうですね、はいはい、だったらもうじゃあそこに SIR にっていうことで、あ、そうです、そうです、はい、なのでうちに来るお客様はあの自分が飲んでるお水を持ってきたりとか、で今飲んでるケイ素とあなたたちのこのシュガーケイ素とどう違うの、はい、っていうのをですね、ええ、でお客さんのリクエストで、はい、あ、じゃあ同じ実験でしか、はい、あの比較すること、まあ、私なんかね、比較するあれではないんですけど、でも、ね、でもお客さんが比較してほしいって言えば、うん、比較のね、はい、あのし、ま、実験します、同じ実験をあのします、でその中でだからお客さんが、あ、なるほどねって、うんうん、あのなんていうの、納得できたらいいのかなっていう、そうですよね、実感してみて体感して、うん、そしたら、まあ、自分が持ってきたケースはみんな置いて帰るんですけどね、はい、やっぱり、はい、あのたくさんありますうちに、あ、ケースがですね、あので大体がもうやっぱり鉱物性、今までのケースっていうと、うんうん、はい、もう鉱物からなんですよね、鉱物由来のケースなんですよ、うん、はい、でうちは植物、あのやっぱりあの人間と相性がいいのはやっぱ石ではなく、まあ、石ね、ね、うんうん、あの食べるとしたらですよ、そうですよね、うん、食べるとしたらば石ではなくて植物その方がやっぱり相性がいいっていうのを、まあ、あの社長はわかりました、こだわって、もう何かで何かで炭石できた時痛いじゃないですか、そう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 、そうですよね、それ石でしょ、うんうん、石で飲むのかまた炭石飲むのかどうしようとあ、そういう、そっか、そうそうそう、なるほどね、そういう不安もありますよね、まあね、痛いよ、うん、わかります、わかります、痛いよミッキー、うん、だからあの、まあ、サトウキビっていうので、ね、先ほども言ったんですけど、すごくやっぱりサトウキビって聞くと優しいイメージがすごくあって、ね、体にもいいんじゃないかなっていうのがあるらしいんですよ、はい、でそこでだから、まあ、実験を見ていただいて、うん、であの別にね、かあの興味があるだけでいいと思うんですよ、はい、どういうものかなって覗く方もたくさんいらっしゃいます、うんうん、で飲んで、うん、でまたやっぱり自分必ず飲んだから試ししに来たから購入しなさいではないので、飲んでそのまま帰ってもいいんですよ、そうですよね、うん、で必要だったらやっぱ体がね反応すると思うので、ええ、うん、やっぱり必要だと思ったから来たっていう方なんかも結構いらっしゃいます、うん、そうですね、うん、だからもう翌日なんか便の出がなんかこう 気のせいかわからないけど便が出たんですよねとか、はいはい、多分気のせいじゃないと思いますよだよねでだよねって言って購入されて今のリピーターって方もいますのでね、はい、うん、っていうところでは美しくなるしね、うんうんと思います、で肌の調子なんかもすごくね良、うん、くなりますの でこの方は、まあ、浦添市の方ですけど二日酔いがなくなった、はい、あ、やっぱりお酒にいい、ね、そうですね、はいはい、で目がかすんでいたのがその目のかすみも良くなってるということなんですね、はい、うん、なのでなんだろう、あ、目もやっぱりあの洗浄でね、洗浄というか、うんうん、あのお水にケースを入れて、はい、それをあの目のパチパチ洗いっていうんですか、はいはいはい、ありますね、それで やると目クリアになるんですよ、やっぱりあのタンパク質がたまるので、ね、うん、それでやっぱ目がかすんだりとかっていうこともあるんですけども、はい、ケースのお水で洗うと結構
スッキリするんですよね。クリアしますよね。クリアになりますよね。なのでそういうのもやってくださいね。多分併用してやってると思うんですね。うん、うん、目もかすんでたのが良くなりましたって書いてるので、視力が良くなるといいなと思いますけどね。そうですね、視力もね、うん、回復するといいですよね。でこの方は お通知が良くなってます。これ宜野湾市ですね、はい、はい、K さんですね、はい、お通知が良くなってすっきりしています。一番いいことです、うんうん、であとは、この方はこの那覇市ですね、はい、Y さんです。虫刺され、はい、傷、はい、軟膏を使用しなくても、はい、ケイ素一滴で完治します。おお、すごい、うんうん、すごいですね。やっぱり皆さんやっぱね、あの痛いところだけでも傷に塗ったら超しみて痛いですよ、うん、ここ、うんうんうん、傷があるんですよ、うんうん、まあ、超しみて、うん、痛いですけど早いんです。あの治りが早いです。あの枯れるすぐね、傷口もやっぱり枯れるんですよ。この子もだから、はい、この間自転車で転んで、ね、日記ね、うん、どうだった、日記はすごくしみた、うん、しみていたか。でも今治ってるね、すごく早いんですよ、回復が早い、ね、あの、うん、修復が早いので、うんうん、すぐかさぶたになって、うん、膝まずきできなかったけどできるようになった。あ、本当に、うんうん、すごいね。気をつけてもありますからね、うん、なのでやっぱりあのね、ケイ素飲むからって言って他のサプリメントは全部ストップしてこれを飲むではないので、ね、ですよね、はい、うん、逆に今あるサプリメントがあったら一緒に飲んでいただきたいっていうのがあるので、うんうん、はい、うん、いろんなね、まあ、塗ったり飲んだり、うんうん、ね、洗浄に使ったり、うん、もういろんなやり方があるのでね、うんうん、なのでちょっとね活用して、皆さんねいろんな形で活用していただきたいなと思うシュガーケイ素なんですけども、ね、いいよね、年齢が問わないっていうのが、こんなちっちゃい子でも全然 OK で、うんうんうん、もう90歳とかでも全然大丈夫っていうのがいいですよね。ね、いいですよね、うんうん、はい、ということでですね、はい、来週もですね、お客様の声をお届けしたいと思います、はい、じゃあ3曲目いきますかね、はい、お願いします。はい、3曲目は何でしょう。3曲目なんだったっけ。クール&ザ・ギャングのセレブレーション、懐かしい。
開運お導きメッセージ、キセさんお願いします。はい、わかりました。スカーレットドラゴンのキセです。10月10日月曜日から16日までの1週間占いとなっております。1月生まれ、協調、忍耐と協力を強いられそうです。縁の下の時間のうちサポーター役に徹すると良い週です。2月生まれ、新しい人間関係が広がるタイミングです。新しい出会いが見つかりそうなので、問題が起きても深刻にならないこと。3月生まれ、友達の助けでやり通せます。原点に戻って基礎からやり直すくらいのつもりで、目の前のことに誠実に取り組めば必ず道は開けてきます。4月生まれ、体調管理に気をつけて、いつでも自由に動けるようにフットワークを軽くしておく必要があります。ストレスを感じやすく、感情の波が激しくなる傾向がありますので、気分転換をしてください。5月生まれ、暴飲暴食、食べ過ぎ、飲み過ぎに注意しましょう。面倒くさがらずに定期検診などを受けることをお勧めします。この方、5月生まれの方は2回目ですね。やっぱり定期検診をしてください。はい、6月生まれ、大きな成果を手にする時期が近づいてきます。セミナーとかに参加し、勉強に励むと大きな成果が見込めるでしょう。7月生まれ、ハイテンションになりやすく、この週はある意味躁状態です。寝不足によるイージーミスや事故、アクシデントには注意です。8月生まれ、今週は人間関係においても、区切りの時期に当たっています。少し距離を置くことでお互いに見えてくることもあるでしょう。9月生まれ、障害を乗り越えられることを示しています。新しい仕事、彼や彼女ができることを表しています。新しい仕事とか新しい人間関係を作れるということですね。10月生まれ、自分をコントロールできるようになりなさい。全体のエネルギーを調整したり、異質な人を受け入れること、つまり自分と合わないなと思う人でもちゃんと認めてあげることが必要ですよということです。11月生まれ、相談しなさい。あらゆる面でも一人で悩まず、専門家もしくは他人に相談することをお勧めします。一人では悩まないでください。12月生まれ、思いがけないことが起こります。注意しましょう。いいことも起こりますけど、ちょっと悪いことも起こりやすいです。これが1月から12月生まれですね。では AKB さん、1975年5月27日前ですね。今年はですね、断捨離の時です。それとあと重要な電話をかける年となっております。物事が進展し、必ず収穫ありますのでお待ちください。ただし耳鳴り、中耳炎、耳に関する病気は出やすいです。そちらの方もちゃんとチェックしてた方がよろしいかと思います。重要な電話をかける、かけます。かけるっていうと、エキビさん何かあるんだ、何かあると思いますよ。重要な電話をかける、それはすごく後々いいと言われてますので。エキビさんから来てますよ、はい、メッセージ。は、え、5月ジュース飲みすぎやから定期検診せなあかんのって定期検診はしましょう。はい、はい、だそうですよ。そうですね、断捨離の時期に入ってますので、うち、ん、を片付けること、机の周り、身の周りのものを少しずつ片付けていきましょう、その方がいいです。そうすると来年度がものすごくいい年を迎えられることができます。いいですね、一のスタートになりますので、そうそう、一のスタートに入りますので、今は自分が断捨離をしていって、きれいにいい気を呼び込むようなことをしてください。そうすると来年の5月以降から、すごくいいのが起こります。いい気を、ね、呼び込むっていうので、うちのね、フェアリーナインがありますけども、はい、ね、この間看護師さんが来たんですよ、はい、そしたら5、6本買うので、え、どうしたんですかっていう話をしたら、病院でね、勤務中に使うようになったら、みんなこれいいっていうことで頼まれたので、まとめてちょっと購入しに来ましたということで。そうなんですか、ありがとうございます。と思ったら、また次のお客さんは、何、大事な商談、商談の時に応接室とか出所して、自分も やると、ちょっと商談がすごくうまくいったりとか。あ、そうなんですか、っていうので、これ絶対すごいと思いますって言って、でそれをお話ししたら、お友達も絶対欲しいっていうことで、また買いに来ましたということで。ありがとうございます、いいですよ、なんか評判が。今日ね、高めますのでね、
なのでやっぱり悪いのを、はい、あの除去するだけではなくて、はい、いいものはいいもので、はい、あのなんていうかな、高めてきますので。ですよね、はい、うん、なのであすごいなと思ってですね。すごいな、 SIR やるちゃん。いや奇跡立つ子監修ですから。いや、うん、一緒一緒でもね、はい、本当にいい商品ができてね、はい、すごく汚る、うん、ね、良かったですよね、はい、良かったと思う、うん、ああいうのってあまりほらたくさんあると思うんですよ。やっぱりそういうサイトを見ると、ね、はい、いろんな、 なんか精髄的なあります、ね、こと、まあ、すごいことを書かれていたりするんですけど、はい、あのやっぱり私なんか購入はしたことないんですよ、ええ、でも実際購入した人から聞くと、はい、書かれてるような効果は得られなかったよとかっていうのを聞くんですね、はい、なのでうちのケースもそうなんですけど、ええ、あの SIR に来れば、はい、お試しすることができるんですよ。フェアリーお試ししてください。そうそう、ね、なのでフェアリーも、はい、あのお試しすると、はい、ゾクゾクゾクって来るとかね、ゾクゾクゾクがね、ね、このだからゾクゾクがポイントで、ええ、続々したいとは購入した方がいいはず。そう。そうって抜いてきたら、5分後ぐらいに。ですよね。だからもう、あの、K先生もおっしゃってたように、ゆっくりゆっくり綺麗にね、浄化できる、あの、清水なので、すごいと思いますっていうふうにね、あの、お墨付きいただいてますので、はい、ぜひね、皆さん、あの、ね、あのちょっと悪い肌を受けやすい方、そうですね、ぜひね、あの、購入しなさいではないんですね。うん、あの、うちの SIR、あの、宜野湾市大蛇な、5丁目にありますので、ぜひですね、お試しに来ていただきたいなと思います。ケイソもね、その時に、まあ、飲んだり、ね、塗ったりということね、できますのでね、こういう方がいます。肩が痛くて、はい、通りがけにここ何売ってるのって来たんですよ、はい、そしたらあこうこうこうの売ってるよって言ったら、はい、あの肩が痛いのって言ったら肩塗ったらね、はい、肩治ってしまったんですよ、はい、お買い上げいただいたってそういうお客さんもいらっしゃいますので、はいはい、ぜひね来ていただきたいなと思います。入りやすいお店なのでね。そうですね、はい、ぜひいらしてください、はい、よろしくお願いします、はい、今日もねあっという間に時間になってしまいました。はい、はい、ではこの時間のお相手はスカーレットドラゴンの稀勢と小屋日記と、はい、SIR のミキでお届けいたしました。皆さんまた来 週、 また来週ありがとうございます。ありがとうございました。